皆さんこんにちは。今回はゴマフアザラシのトレーニングをご紹介します。先日 SNS にアップされたこの写真、たくさんのいいねをいただきました。ズンダがどんぐりに後ろから抱きつくこの行動は、このように2頭がじゃれ合ってる間に勝手に始めたものです。つまり私たちが教えたものではありません。そのため私たちトレーナーも、いつどんなタイミングでこのような抱きつく行動が見られるかは分かりません。当然皆さんに見てもらうのは難しく、運よく見えたとしてもこんな後ろ姿であったり、そもそも水槽の前で待っていたとしても見れずじまいになる可能性も十分にあります。そこで抱きつくサインを作りました。トレーナーのサインでできるようにすれば、はい、このように見せたいタイミングで見せたい動きを見ていただくことができます。それでは早速抱きつくサインを出していきましょう。トレーナーが右手で左肩を触ったら、抱きつくようにトレーニングを行いました。つまり右手で左肩を触る動きが抱きつくサインとなっているんです。ではもっといろんな状況でサインを出してみます。この抱きつく行動は、抱きつくズンダと受け入れるどんぐり、両方の協力がないとできない行動です。2頭が協力して1つのことを行うトレーニングは、個体同士の関係をより良いものにする効果があると言われています。